インポッシブルプロジェクトは、オランダの企業であるインポッシブル有限会社の登録商標であり、同社の通称である。同個商のもと、ウェブサイトや実店舗を通じて、銀塩写真のインスタントフィルム等を販売している。インポッシブル社は、ポラロイド社の生産拠点をリースを受け、現存するポラロイドカメラで、使用可能な新しいインスタントフィルム製品を開発した。創業者は、 フロリアン・キャプス博士、アンドレ・ボスマン、マーワン・サバの3人である。同社は、オーストリアのウィーン及び、米国のニューヨーク、日本の東京にもオフィスを持つ。日本法人は、インポッシブル、東京株式会社である。インポッシブルプロジェクトは2008年に発足したが、それは、同年2月に、ポラロイド社が、ポラロイドカメラ用のインスタントフィルムの生産中止を発表した後であった。 ビーンのロモグラフィックスサイトで主任マネージャーを務めていたフロリアン・キャプス博士はポラロイド社にフィルム製品の生産続行を嘆願したが答えはインポッシブルであった。キャプスはリストラを粛々と執行するポラロイド社に再度生産続行を訴えたところ紹介されたのが同年6月に閉鎖するエンスヘデのポラロイドオランダ工場の工場長アンドレ・ボスマンであった。 同年6月、ポラロイドオランダ工場のクロージングイベントで、キャプスと同工場長ボスマンが初めて会い、ポラロイドフィルムの生産終了に反対し、規模縮小による続行という意見を密かに抱いていた。ボスマンとキャプスは、意気投合、ポラロイドカメラ用の観光材料を生産する企業を設立することを決めた。これに、企業の経験を持つマーワンサバが加わり、同年10月、 インポッシブル社はポラロイド社から生産機材を購入、かつて同工場の一部であった北東と呼ばれる建物をリースしてインポッシブルファクトリーの創業を開始した。かつて同工場は1400名の従業員を抱えたがインポッシブルファクトリーの従業員は30名、ほとんどが元ポラロイドの熟練校である。インスタントフィルムはフィルムの上に観光剤の他に現像液も コーティングしなければならず、一切のポラロイド社オリジナル薬剤の生産がストップしている以上、全く新しい製品を開発しなければならなかった。2009年、イルフォードとアグフアゲバルトが新フィルム開発への協力を行う。同年10月、インポッシブルファクトリーが1周年を迎え、ようやく生産機材が再稼働し、ヴィンテージ及び再開発された。 観光材料の供給を開始する。同年10月、慎重に保管されていた最後のポラロイドフィルムを、ポール・ジャンバルバが改めてデザインし直したパッケージで、限定特別版として発表する。ポール・ジャンバルバは、1958年から1977年までの間、ポラロイド社のデザインを手掛けた人物である。2010年3月、PX100 シルバーシェード及び、 PX600 シルバーシェードの2種のインスタントフィルム製品を発表する。同年7月、PX70 カラーシェードのファーストフラッシュエディションを発表。これを同社はカラフルなアナログの未来の始まりと称した。しかし、原料や材料などが異なることやノウハウ不足から写真領域内に現像されない部分や写真上部の欠けなどが発生したり、 画像の濃度が不均一になる、撮影後に時間経過とともに画像が急速に退職するなど、ポラロイド時代のような品質では撮影できなかった。また、当初アナウンスされていたポラロイドフィルムの復活は、同社が製造し、ブランドのライセンスを持つサミットグローバルから晴れて、ポラロイドブランドとして発売される予定だったが、現在も実現されていない。日本の個人カメラメーカーである、 安原製作所が今後の同社のインスタントフィルムカメラを設計、開発する予定が発表された。同年12月、アジアにおける新拠点として東京にプロジェクトスペースを開設する。2011年同年5月、ポラロイド600の後継品であり、初期製品により品質を向上させた PX680FF が発売された。2012年1月に、 インポッシブル社が発表したところによれば、同社とポラロイド社は、ポラロイド社の歴史とは異なる時期にオリジナルに登場するコレクターのための製品ライン、ポラロイドクラシックを立ち上げるとし、年間6から10種の製品が発売される予定である。同年2月9日から3月23日には、ニューヨークのプロジェクトスペースでインスタントレボリューションアンインポッシブルグループショーを開催する。 製造機械や作業人員は確保したが、薬品材料、電池など一部調達ができず当時と全く同じ、入材が存在しないため、ポラロイド時代とは全く異なる、新しいインスタントフィルムを製造している。当時は、フィルム表面に UV 加工が施されており、フィルム排出後は外交の影響を受けなかったが、現在は材料がないため同じ工程での製造ができず、 そのままでは、フィルム排出後も観光してしまうため、遮光板をカメラに設置する等の対策が必要となる。また、入材の原料も存在しないため当時よりも、温度や湿度に弱く、適正温度下で撮影後にジップロックのような、密封可能なものに写真と乾燥剤を入れ、数日乾燥させる必要がある。このように、ポラロイド時代にはなかった手順が必要だが、これを逆手に取った。 写真家によって、ユニークな作品が発表されている。詳しい手順等は、日本法人のウェブサイトに詳しく記載されている。h t t p w w w t h a g i m p o s s i b l e p r o j e c t j p p x 6 0 0 a s i l v e r s h a d e u v を使用した写真。 使用写真機は、ポラロイド600。なお、タイプ80やタイプ100、ジョイカムやイゾネカメラに対応するフィルムや、ピールアパートタイプは生産されない。インポッシブル、東京株式会社は、ウィーンのインポッシブル社の事業を、日本で展開する日本の企業である。2010年12月、設立とともに、東京都目黒区青葉台に、プロジェクトスペースを開設した。 2014年4月、活動拠点を中目黒から青山に移動。関東だけでなく、日本全国へのアプローチを目的とし、日本専用オンラインショップを開設 THE-IMPOSSIBLE-PROJECT.JP。ありがとうございます。